然らしさというところがあるかもしれませんね。コクレイディオ3、なんと奇跡の復活です。早い、ブレイボーただいまでかいね体の話なんか様になってるね見ない間に大きくなりました、はい、ね、球場にいそうな感じ、ね、いそうだよね。あ、いいじゃん、あ、いいじゃん、いいね、いいね。ここにもありますし、ここちゃんもかぶってくれてますね。いいですね、いいですね、ユニフォームまで来て、そうだよ、自前になってるよ、すごくない、嬉しい、いいね、似合う似合う、やった、野球経験者だもんね、ソフトボール一応、そう、ソフトボールやってた、うん、楽しかったな なんか奇跡なことかな浸っちゃったな、浸っちゃった、そう、びっくりじゃない、かぐや様と読売ジャイアンツがコラボですよ。すげえ、まさかのね、すごくない、そう、ずっとさ、ちょこちょこですね、うん、始球式がやりたい、そうですか、始球式やりたいって夢だったんだから、そう、夢だったの。そしたらまさか読売ジャイアンツさんが叶えてくださいました。本当にありがとうございます。すごい、めちゃめちゃ嬉しい。しかもかぐやとしていけるのは嬉しいね。ねえ、そう、めちゃめちゃ嬉しい。やっぱアニメの、アニメになんか理解を示してきたっていうか、うん、やっぱなんか何作品かある中、うんうん、でもやっぱまさかかぐや様ともコラボしてくれるなんて ねびっくりでしたね。ありがとうございます。だってジャイアンツさんね、はい、そう、始球式とあと場内アナウンスも。場内アナウンスって何するんですか。え、選手の名前言うのかな、じゃない、あー言うんですねあおちゃんで行くのかな、かぐやで行くの、かぐやじゃない、かぐやでしょ、まあ、かぐやがいいな、ね、せっかくならね、すげえ緊張する、ドキドキやばい、でも嬉しい、ウグイス嬢もめっちゃ憧れてた、ウグイスですよ、真似してたもん真似してたんだ、真似してた、嬉しい、超いいじゃん、うん、そう感じなのかなっていうのはしますけど、まあ交流戦の場合はね、あの DH もありますし、そうですね、ある程度走れるようになったら DH で、戻ってくるって形も、できるのかなとは思いますね。なるほど、そういったところもまた交流戦らしさというところもあるかもしれませんね、はい、さて東京ドーム場内では始球式がこれから行われます。声優のお二人、投げるのが古賀葵さん、その応援に鈴木亮太さんというお二人で始球式が行われます。お願いいたします。ワンバウンドでいいボールできました。場内始球式が行われるマウンドをきれいにまたしてから降りて今日の試合に備える、そんな心遣いも見せました。